あ、お疲れ様です。お疲れ様です。ドライブトーク、ともハッピーさんのあのさ動画をよく見てるんだけど、お、いいの、俺もやろうと思って。やっぱりなんか、え、ほら、ともハッピーさんは赤い車じゃん。あ、俺もまあ値段的には同じくらいじゃん。そうなの。すごい高級。あと左ハンドルじゃね、あの車。そうだね、あ、ハンドルが違うよね、まずね。外車でしょあれ。とそっか。いや、だってこれも会社だけど、俺右ハンドルに直したっていう感じで。だって左にさ、運転席あったら運転しづらくない？まあ日本の字。絶対嫌だよ、あんなの。あ、無理だよ、ね。だから、うん、交換してくれるって言われても、いや、俺は右が。閉店してる。何が？あ、建て替えだ。あ、そうだよ。これ取っていいよ。これ取っていいよ。建て替えです。うん、してんのここ。お酒がずらーって並んでる。知ってる、お酒なんかね。うん、ずーっとある昔から。あるね。で、なんだっけ？あ、そうそう、トマーピーの真似しようとして。最近会ってないですけど、そうだ、このトモハッピーさん、この間、そう、運転で、うん、何、もう、すごい上の人でしょ、トモハッピーさん。そうそう、もう全然、昔はなんか普通に話したけど、今やもう全然違う世界の人になっちゃったから、うん、今度会ったら敬語だな。いや、前も敬語だったけど。そんで、なんだっけ、あ、そうそうそう。だ、何でも、俺に質問していいよ、こんちゃん。俺に。俺がもう、トモハルさん並みに的確に、ビシバシ答えてくからさ。質問か。あ、なんかこの業界のこととかさ。ないな。あの、やっぱ俺もほら、もう50を超えて、いい大人として、ワコートたちにこの道を示すみたいな。だからなんか。あ、じゃあ、今好きな漫画は何ですか？好きな漫画か。ああ、いい質問だね。やっぱ古本屋さんだからね。どっちかっていうとカードよりも漫画だからね。はい。漫画はね、まあ、いろんなの読んでるし、こういうのが好きって言った方がいいのかなっていうこともいろいろ考えつつ、まあ今一番気になってるのは、まあ仮面ライダーかな。仮面ライダーになりたいかな。ああ、はいはいはい。うん、柴田よくさるの。柴田さん。うん、あれはやっぱりね、柴田よくさるの良さってのはね、この口で説明できない迫力。やっぱりね、漫画ってのはね、小説と違うのはやっぱりこの勢い、綺麗とかじゃない、上手いとか綺麗とかじゃなくて、絵の迫力がガンって飛び出てくる良さなんだよね。それはね、やっぱりね、島本先生とかね、うん、あと青い炎のね、島本先生だとか、はい、あとはなんだろうな、柴田よくさるもそうだし、下手馬とかそういうのとはちょっと違うんだけど、今ははい、仮面ライダーが一番楽しみです。これ話面白くないから次に行きますよ。やっぱそう思わない、思わない。河野さんの反応で俺ちょっと違う、これ撮影の仕方がちょっと。何が難しいな。だ、同じように撮ってよ。こんな感じだと思うんだけど。ともはるさんと同じような顔にして。そうするとこうなるんだ。ちょっと遠い。車が狭いのか。車が狭いからか。そういうこと？広いんじゃない車。広いんだね。外車はちょっと広いのかな。本当？横幅も？まあ、でも、日本の道路用だから。いや、そんなことない。外車ってのは外国の車用だから。まあさすがに3ナンバーなんじゃないの？あー、これ何ナンバーなの？ 5 ナンバーだと思うけど。幅が違うの？俺よく知らないんだけど、車。出た。車はちょっとわかんないから。うん。3ナンバーがでかいっていうのだけ俺は知ってる。運転しづらそう。ダメだよ。細い道で擦るから、俺。まあね。てか最近さ、それこそさ、iPhone でナビするじゃん、みんな。はい。Google マップで行くとさ、とんでもないとこ案内されたりしない？なんか抜け道っつって、えらい細い道行かされる。いやいや、もう本当に、通っていいのみたいなところを狙っていくよね。うん。俺のこと上手だと思ってんのかなって思うんだけどさ、大通りでぜひ行ってほしいんだけど。最短を出してくれるんでしょ、多分。だから、これは本当、俺もう K の方がいいもん、運転する分には。で、話、だから質問とか、ほら、ビシッと俺が、この、何？さすが、久田社長、ごめん。じゃあ、アニメ。アニメ。アニメね。好きなアニメ。今見てるアニメ。今見てるの？水星の魔女見てるでしょ？何でしょう？ん？今のガンダムだよ。今やってるガンダム。初めて女の子が主人公なの。へぇー。これね、ガンダムってちゃんと見てる、今野さん。全然見てない。マジか、お前。まあ、大人。え、でも世代的にはガンダム流行ってなかった？ガンダムだってずっと流行ってるんでしょ？そうだけど、俺がファーストガンダムの直撃世代なの。一番最初のガンプラブームを経験してるから。アムロでしょ？アムロ。ところ、アムロはもういないの？あ、いないね。うーん。うんうんうん、いない。
アムロ世界線が違う、もう。まあまあ、それはいいんだけど、その水星の魔女っていう今ガンダムのアニメ、すごい話題よ。見ていいよ、全然。女子、今、え、そっからでも見れるの？全然見れる。全然見れる。俺あれ見てる？あれ見てる？推しの子。ああ、よく言うよね。あ、俺それも気にはなってるけど、見てはいない。それはちょっと見なきゃなって思ってるけど。推しの子か、話題にはなってるよね。なんかね、うん。あのね、なんか、アニメ、ん？アニメ俺見ない。見ないよね、あんまり、うん。ただなんか、知り合いが、うん、アイドルのアニメじゃねえからって言われて、え、アイドルのアニメなの？え、ほんどういう話なの？アイドル、推しってアイドルのアニメじゃん。ああ、そうだね、そうだね。アイドルのアニメじゃないんだって。はい。なんかもう、なんだろう、サスペンスみたいな、よくわかんない。とりあえず説明できないんだから。いや、お前は説明できないけど。いや、みんな見せて見てみろって言われて。で、見てみて、じゃあ感想。で、最初第1話が2時間あるって言われて。うん、は？はあ？と思って、うん、でもその1話は必ず2時間やんないといけないんだって言われて、それは何、え、4話で分けちゃいけなかったの？そこは一遍にそこで第1章が終わるんだ、あ、そしたら第1話面白かった、あ、そう。へえ。ただ今5話目見たんだけど、うん、なんかアイドルの話になっちゃって あんまり、ああ、でも1話目はすごい、へえ、アイドルの話なの？アイドルの推しの子。ああ、じゃあいいんじゃない？あ、俺見るよ、そしたら俺。推しの子ってそういう意味なんだって思った。もしまあ、分かった。じゃあ、でも全然合わなかったけどね。一緒に見てるのとかあればいいんだけどね。ちょっと待って。ああ、鬼滅。ボッチザロック。鬼滅見て。あ、鬼滅ね。鬼滅は、ちょっと待って、漫画読んでる？読んでない。アニメだけか。俺はね、両方見た。アニメも見たし、漫画も読んだ。てか漫画で最後までちゃんと読んでるわ。で、アニメも見てるし、あれもやっぱアニメが良かったから人気出たんでしょ？絵がもう圧倒的にすごい。弟、その、アニメが良かったんだよね、きっと。まあ、ちょっと漫画の絵があれだったから。まあ、だから、漫画ですごいよ、あれは。あれはすごい作品だと思うけど、ここまでのもんじゃないよね。うん、なんか、作ったとこがすごい。映画並みのアニメ。そうだね。まあ、だから、鬼滅はでも今ちょっと落ち込んでる。てか今どうなの、やってんの？やってる、今俺見てるもん。あ、そう。最中。でもちょっとああいう風にパーンと跳ねるとさ、グッズとかが余りすぎちゃってるよ今。ああ、一時期なかったからね。一時期ないのがいろんなとこが作って一気に出たでしょ、うん、で、世の中の雑貨屋さん、ほらドンキとかそういうようなところのさ、おもちゃのところに関連グッズがバーン並んじゃって、うん、ちょっと残って安売りワゴンにたくさん見ない？最近見るな。一番くじ的なものもそうだし、そう、うん、だからちょっと難しいよね、ブームってね。はい、話終わり。これダメだな、これ続くかな、このシリーズ。今何分ぐらい話してんの？でも8分。8分か。じゃああと2分ぐらい、もう一つぐらい話題行こう。15分まで話さないといけないんじゃない？本当に？ちょっと待って、俺賢そうに見え、俺友春さんみたいに賢そうに見えたいんだけど。だちゃんがね、うん、だから、あ、普通に喋ればいいって。普通に喋った方が面白いんだけど。普通に喋る。なんか作るんだよね。ああ、そう。じゃあ、どういう時俺面白いと思うの？下ネタ。下ネタちょっと待って。いや、下ネタはそうか。でも本当に昔はそういう人間だったじゃないですか。でもやっぱこの年になって、なんか下ネタみたいなことを言うと、本当に下品に見えるんだよ。さすがにね。昔はまだちょっと若いというか爽やか部分がちょっとあって、それがもう完全におじい、親父になった時に、マジキモいになるわけじゃん。でもさ、うん、高田純次とかはさ、あれはいいよね。かっこいいじゃん。高田純次は、いや、覚えたかね、植木仁、高田純次みたいな、そういう感じの適当なおじいさんになりたいの。うん。うん、だから路線的には多分間違ってないと思うんだ、俺。なんか、俺のイメージの中の、勝海舟が一番上にいるけど、勝海舟あたりのイメージからこう来てるんだよね。勝海舟が上なの？わかんない。なんとなく、適当なおじいさん、まあ、いや、勝海舟がちょっとおかしかったな、今。うん。だ下品な話を綺麗にするのか。そうか、まだ油っぽいのかな。もっと綺麗にいけばいいの。生々しくなきゃいいんじゃない？そっか。俺のエピソードって大体生々しいじゃん。なんか。実体験に基づく大体生々しいのを
なんか、うん、うん。エロ親父が昔の自慢話してるみたいに聞こえるみたいに言われた時に、ちょっとぐさっときたわけ。だから、なんだろうな、うん。もっと、じゃあそれはちょっと今後の課題。今後の課題。うん、今後の課題です。10分経過。わかった。どうかなこれ、これちょっと。コメント欄にこういう質問すればいいとか、近藤さんの質問も悪いと思うよ、俺。そう、それはそうだけど。だからもう、俺に聞きたいことってないの本当に。こんだけ一緒に働いてて。で、それはだから、うん、大人気になってコメント欄に。トモハッピーさんのはだってコメント欄に出るあるあるある。でしょ？じゃあ俺も頑張ってトモハッピーさん並みのドライブトーク。じゃあこれやろう、次もまた。これいいね、ずっと続ければいいんじゃない？継続は力なり。わかった。ネタのない時これでいこう。ネタのない時このドライブトーク系で。わかった。じゃあ、続くかどうか、ゴーゴー期待。ではまた。